10日間の湯治旅では自炊だけでなく外食もたくさんしてきました。そこで実際に訪れたカフェ、飲食店などの情報をまとめてみました。サボアリスは体に優しい食材にこだわったお店です。裏メニューの野生馬稼働馬セットをいただきました。野生馬も稼働馬も基本的には小麦粉を使いますが、こちらは米粉が使われています。個人的には米粉バージョンの方がもちもちして好きです。アルテノイエは人気の湯治宿柳屋に併設されたカフェです。タイミングが良ければ出来たての地獄蒸しされたシフォンケーキが試食できます。スパイスティーをいただきました。とても体が温まります。アルテノイエはアウトサイドスペースもあります。花や桃は明治時代の旅館建築をリノベーションしたカフェです。入り口には素敵なお花が生けられていました。こちらの木は樹齢200年だそうです。これは桃の木でしょうか。綺麗ですね。敷地内には地獄窯がありました。ここでコンフィチュールなど作っているんでしょうか。こちらは店内です。天井が高くてとっても落ち着く空間でした。2階に上がることもできます。2階にはこのような空間やコンサートホールがあるそうです。2階にもカフェの席はありますが、1階の方が雰囲気は良さそうです。アップルパイとコーヒーのセットをいただきました。お皿も美しいですね。カフェで気になっていたコンフィチュールを試食させていただきました。コンフィチュールはカフェに併設されたショップで買うことができます。陰泉堂は京丹温泉の施設内にあります。店名にあるようにこちらでは飲泉できるスペースがあります。温泉卵も売っていました。こちらのスタンドではドリンクやスイーツなどが販売されています。温泉の後地獄蒸しプリンを食べてみました。このような温泉の湯気を吸引できるところもあります。フィフティカフェは最近できた地獄温泉ミュージアムの中にあるカフェです。カフェは入館料なしで利用できます。天気が良かったのでアウトサイドの席を選びました。ホットドッグはドイツの屋台で食べた味を思い出すくらい美味しかったです。夢十夜は夏目漱石好きのオーナーが営むブックカフェです。本だけでなく焼き菓子や雑貨なども売られていました。神奈川の通りを眺めながらまったりと過ごすことができます。湯布院にあるロースターのコーヒー美味しかったです。ショーウィンドウのケーキがとっても美味しそうなカフェです。この日はあまりお腹が空いていなかったのでコーヒーとトリュフをいただきました。深入り豆好きの私はここのコーヒーが一番好みでした。焼き菓子をいただくこともできます。食べきれなかったので持ち帰りました。ここからは飲食店系のご紹介です。神奈川エリアは早く閉まってしまうお店が多いのですが、伊藤商店は9時まで営業しています。湯治旅ではありますが最後の晩餐だったのでビールを飲みました。こ
ちらの海鮮丼、1100円とは思えないボリュームでした。上田椎茸専門店は地元の方にも絶大な効果で人気の高低温泉の帰りに寄りました。販売がメインですが、椎茸コロッケをいただくこともできます。名前の通り椎茸がぎっしりで、好きな方にはぜひおすすめしたい味です。こちらは地獄蒸しの材料調達の時にもお世話になった八百屋です。手作りのスムージーなども人気のようです。寒かったのでスムージーは断念してブロッコリースープをいただきました。サニーは地元の方に勧められていきました。店内は古民家を改造していて落ち着いた雰囲気です。素材にこだわったハンバーグは本当に美味しかったです。特に添えられた副菜が全て美味しくて感動しました。セットのスープも具沢山で美味しかったです。サニーは中心地から少し離れたところにありますが、それでもわざわざ行く価値のあるお店だと思います。蒸気屋は気になるメニューがあって訪問したお店です。インテリアは海を思わせる爽やかなブルーを基調としています。気になっていたメニューというのがこちら、カレーのちゃんぽんです。今回はミニサイズを頼みましたが、レギュラーサイズにすればよかったと後悔するぐらい美味しい味でした。魚が食べたくなって入ってみたお店です。一見入りにくそうな入り口でしたが、ご主人はとても優しくて気さくな方でした。別府名物の冷麺が食べてみたくて行ってみました。初めて食べましたが、味はかなりさっぱりしています。こちらは人気の洋食レストランです。おすすめメニューのオムライスを食べてみました。こちらはハーフサイズです。中にはステーキ肉が入っていて衝撃的な美味しさでした。地獄蒸し工房神縄には無料で飲める飲泉所があります。毎日1回飲んでいたからか胃の調子がとても良かったです。神縄エリアのコンビニならローソンがおすすめです。駐車場からは別府湾が一望できます。店内にはゆったりとしたイートインスペースがあります。無印のレトルト食品も充実してました。以前来たことのある素敵な古民家カフェ結びの、残念ながら今回は行く機会がありませんでした。偶然見つけたカフェ一宇、とっても素敵なカフェでした。オーナーの方には神縄エリアのおすすめをたくさん教えていただきました。こちらのスパイスラテ、カフェラテとチャイを足して煮て割ったような絶妙な美味しさでした。この日は臨時営業だったからかいつもなのかは不明ですが、近所のしましまのおやつを持ち込むことができました。数年前からずっと行きたいと思っていた種、やっと行くことができました。店内はインドを思わせる素敵なインテリアがいっぱいありました。菩提樹の鉢植えは初めて見ました。お友達からのプレゼントだそうです。カレーはとっても丁寧に作られていました。日
本人シェフならではの繊細さと、その中にもインドの緩やかな風を感じることができました。カレーといえば、もう一箇所とても気になっていたお店がありまして、さすがにはしごはできないのでテイクアウトすることにしました。お味は意外に和な感じで、インドの家庭で日常的に食べられているような飽きのこない味付けでした。いかがでしたでしょうか。皆様のご参考になれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。